カロリーを抑えることで痩せることは分かったのですが、お腹についてる脂肪はどのようにして外に排出されるのでしょうか。口からです。わクモングの。どうも、高田学徒です。自分が太ったことを自覚するタイミングって、多くの人はお腹の脂肪を見た時だと思うんですよ。夏場であれば T シャツはかっこよく着れなくなるし、水着を着て海に行くのも躊躇するようになったりとか、たるんだお腹でちょっとかっこ悪いじゃないですか。だからお腹の脂肪を落とす方法っていうのはやっぱり気になるところだと思います。で、実際今回こんなコメントいただきまして、カロリーを抑えることで痩せることは分かったのですが、お腹についてる脂肪はどのようにして外に排出されるのでしょうか。この後にも別の質問がくっついてたんですけど、それは別の回に解説したいと思います。で、このどのようにして外に排出されるのか、で、これがどういう方法で排出されるのかっていう意味なのか、体のどこから排出されるのか、で、どちらの意味かちょっと分かんなかったので、で、今回はその2つとも話していきたいと思います。まずどうやってお腹の脂肪を落とすかですけど、これは普通のダイエットと変わらないです。カロリーに気をつけてタンパク質をしっかりとって、全身の筋トレをすればお腹の脂肪は落ちます。よくダイエットをしたけどお腹の脂肪が落ちませんでしたっていう人がいるんですけど、多いのがダイエットの期間が短すぎる人。よく1週間で痩せる方法を探す人がいるんですが、1週間で落ちる脂肪の量ってたかが知れてるんですよ。たとえ体重が落ちたとしても、その内訳は水分の方が多い。だから1週間とか土壇期のダイエット方法って、そもそも脂肪が落ちてるわけじゃないんですよ。だからお腹周りも引き締まらない。お腹の脂肪を落とそうと思ったら、数ヶ月にわたって食事に気をつけて運動する必要があるので、お腹周りが気になる人は長期的なダイエットを始めましょう。で、次にどこから脂肪が排出されるのか、これは口からです。正確に言えば呼吸ですね。脂肪燃焼って言葉を聞くと、やっぱり火をつける、ボッと熱くすることが脂肪を燃やすために必要だっていう風に考える人が非常に多いんですけど、だから脂肪がブヨブヨして気になる部分を温めたり、ストレスとかマッサージとかすると思うんです。でも脂肪燃焼って言葉でありますけど、別にボッと脂肪が燃えてなくなるわけじゃないんですよ。脂肪っていうのはカロリーバランスが崩れた時に、酸化することで二酸化炭素と水に変わります。大体8割が二酸化炭素、大体2割が水です。で、水はおしっことか汗とかから出るんですけど、二酸化炭素は呼吸によって吐き出されるんですよ。なので質問に対する答えは、脂肪は酸化した結果二酸化炭素を水になって、8割が呼吸によって吐き出されている、水分は汗とかおしっこによって吐き出されているといった感じです。これと勘違いする人がいるんですけど、呼吸によって脂肪が外に出るからといって、呼吸の回数を増やしたりとか、ロングブレスダイエットで痩せるとか、そういうわけじゃないですよ。あくまでカロリーバランスが崩れた結果、脂肪の出口が呼吸であったり水分であるっていうだけの話です。脂肪燃焼って、この燃焼っていう言葉がくせもので、やっぱりこれ聞くと、脂肪を落とすために有酸素運動をしなきゃいけないとか、気になる部分を温めなきゃいけないとか、そういった誤解を生むんですけど、実際はそんなことないです。そんな特別な方法をしなくても、カロリーバランスさえ崩せば体重が落ちて脂肪も落ちるので、まずは基本的な食事管理から始めてみるようにしてみてください。